ツイッキーは、イギリスの女優、モデルおよび歌手。現在は結婚後の名前、ツイッキーローソンとして、広く知られる。ツイッキーは、ロンドン郊外のニースデンで、レズリー・ホーンビーという名で生まれた。彼女は16歳で、当時のボーイフレンドかつマネージャーである、ジュスタン・デ・ビル・ヌーブの影響のもとで有名になった。まもなく1960年代の、スウィン・イング・ロンドンにおける、顔とみなされ、 その華奢な体型からツイッキーの愛称を得て世界的な知名度と人気を得た。彼女は成熟とともにデビル・ヌーブの元を去り、1971年のケンラッセル監督作品ボーイ・フレンドに出演し、女優及び歌手としてその活動の幅を広げた。この作品でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞。 その後彼女は映画や演劇で様々な役柄を演じた。2004年の来日時に、週刊、文春の対談にて、痩せていたのは体質で、今でもかなり食べますけど、当時は太りたくて、いっぱい食べていたんですと語っている。東洋04、トヨタ自動車販売株式会社、森永製菓の三者合同招待にて1967年10月18日17時に、羽田へ、 マネージャー兼恋人であるデビル・ヌーブと共に降り立った彼女はカメラマンの群れを避けるように宿舎である東京ヒルトンホテルへ向かった。当時のサイズは身長165センチメートル、体重41キログラム。当時彼女の訪日と比較されたのが前年に来日したビートルズである。また彼女はこの頃年に1000万ドルを稼ぎ出す売れっ子ファッションモデルで、 ミニの女王として、日本では若い女性から羨望の的とされ、ツイッキーをイメージしたコンテストが催されるほどの加熱ぶりであった。10月21日に大阪のロイヤルホテル山岳の間でのファッションショーを川切りに東京、名古屋などの都市で開き、約3週間の滞在中は森永製菓のチョコフレークやトヨタコロナの CM 撮影などをこなし、 大阪の吉祥を訪れたり、京都の時代祭を楽しんだりした後、11月8日に帰国。それ以来、何度か来日している。2004年3月4日には、東京都内でファッションブランドツイッキーの発表会に出席した。ありがとうございます。